愛知電力株式会社は1930年代初頭に存在した愛知県の電力会社である。北半島を中心とする地域において電気供給にあたった名古屋鉄道の前身にあたる愛知電気鉄道の子会社愛知電気鉄道の県営電気供給事業を母体とする。同事業は1912年に開業し、 鉄道沿線地域を中心に供給区域を広げて、初期には鉄道事業と並ぶ経営の柱とされた。この経営事業を大手電力会社東方電力の出資を得て分離し1930年に愛知電力は発足する。しかし、翌1931年に東方電力へ事業上として短期間で消滅した。本校では、 愛知電力だけではなく全市である愛知電気鉄道の県営事業時代についても、承述する。1889年12月、名古屋市において、中部地方第一号となる電気事業者名古屋電灯が開業し、愛知県における電気事業の歴史が始まった。電気事業は、県内他都市にも波及していき、1894年に豊橋市で豊橋電灯が、 ついで1897年に岡崎市で岡崎電灯が相次いで開業する。以後しばらく三社体制が続くが、1910年代に入ると一宮市の一宮電機など新規事業者が相次いで開業を見た。愛知電気鉄道もこの時期に電気事業へ参入した事業者の一つにあたる。大正時代の愛知電気鉄道愛知電気鉄道は、 下半島西海岸への鉄道敷設を目的に設立された鉄道会社である。1909年9月に鉄道敷設を出願。1910年9月に名古屋市内の厚田と北郡と小南町を結ぶ鉄道敷設免許を得て、1910年11月21日付で会社設立に至った。この段階での会社の事業目的は鉄道事業と 土地事業であり、まだ電気供給事業についての規定はない。会社設立後直ちに鉄道敷設準備が進められ、その中で所要電力を当初想定していた自社火力発電ではなく、名古屋電灯からの受電で賄うことが決定され、12月に受電契約が成立した。この時期、名古屋電灯は、長良川の長良川発電所や基礎川の 八百津発電所といった大型水力発電所の完成を背景に大口需要の開拓に精力的であり、市内電車を運転する名古屋電気鉄道も同年9月に自社火力発電の補給用として受電を契約している。愛知電気鉄道が発足した頃の地下半島では名古屋電島の勢力がまだ及んでおらず、地下ガスが東海岸の半田町、成岩町、 亀崎町及び竹豊町を先に触れた岡崎伝統が東浦村を供給区域とする電気事業の許可をそれぞれ得ていただけであった。したがって愛知電気鉄道の鉄道沿線は電気供給事業の空白地帯であり、この隙間を埋めるべく愛知電気鉄道でも参入することとなった。電気供給事業の県営許可出願は、 会社設立前の1910年3月8日付で、なされ、会社設立半年後の1911年4月1日付で、その許可を得た。4月27日には、臨時株主総会を開いて、電気供給事業権営を議決し、事業目的に、電動電力供給を加えている。鉄道事業と電気供給事業の権営は、愛知県内では、 愛知電気鉄道以外の例はないが、近隣では、伊勢電気鉄道や岩村電気軌道、美濃電気軌道といった例がある。愛知電気鉄道の許可当初の供給区域は、千田半島南端の諸崎町を含む千田郡18町村と愛知郡の2町村である。許可を受けて、鉄道敷設工事と並行する形で、供給事業関係の設備工事を1911年8月に着工。 送電線工事と名は、基調両変電所の工事を年内に終えた。また9月からは勧誘員を置いて、電灯、電力供給の予約受付を始め、11月末までに、電灯3000灯と相当数の電力供給の申し込みを得た。こうした準備を経て、翌1912年2月11日の期限節を期して、愛知電気鉄道は供給事業を開業した。 現在の名鉄床目線にあたる鉄道路線の開通が旧正月にあたる同年2月18日付であるため本業の鉄道事業に先立つ開業となった。開業時の転倒区域は、鳴海、有松、大高、横須賀、岡田、大野、床名、西の浦の沿線八丁。ついで、上野、八幡、朝日、鬼崎、三和の五村でも転倒し、 5月末の段階では、電灯数3910灯、動力用電力供給78馬力を数えた。電灯規則の表紙愛知電気鉄道の開業に続き、下郡では1913年2月より、岡崎電灯が東浦村への供給を開始し、翌1914年1月には、半田の下ガスも電気事業を開業した。愛知電気鉄道でも、 伝統区域の拡大に努め、1912年開業の13町村に、加えて1913年には、名古屋近郊の愛知軍笠寺村と、西野浦町以南の千田軍小菅谷村、野間村、内海町で供給を開始。ついで1914年には、半島東海岸の大府村と、吹村、高和町において、供給を始めた。千田軍の北側にあり、 名古屋市の東稿にあたる愛知軍東側地域において、名古屋伝統は、名古屋市域に接する千草町、東山村、五木曽村、呼び継ぎ町のみを供給区域としていた。愛知電気鉄道では、下郡に続き、愛知軍内の名古屋伝統未進出地域へと進出、鳴海町、笠寺村へ供給したのに続いて1915年には、天白村、 豊明村での供給を開始する。さらに1916年12月31日より、東郷村でも開業した。北半島でも引き続き供給範囲を拡大し、1917年1月1日より、内海町3回、豊浜町で1月21日より最南端の諸崎町で供給を開始した。また西三河に属する西鴨郡にも進出し、 愛知軍東郷村に隣接する三好村にて同年6月8日に開業。追って1918年7月30日よりその北側の西鴨郡褒美村での供給を始めている。以上の事業拡大により、愛知電気鉄道の伝統電力供給区域は、愛知、北、西鴨の3軍にまたがる、計27町村に拡大する。電源は引き続き、 名古屋電灯からの受電であり、1919年末時点での受電口は、鉄道用電力を含め9 0 0ットであった。供給成績を見ると、電灯供給は1910年代を通じて、一貫して拡大し続け、1914年下期に需要間5000個、等数1万等に到達、1917年下期に需要や数が1万個を超え、半期後には、 頭数も2万頭を突破した。1919年下期末時点での、伝統需要や数は18,051個、頭数は29,612頭であり、開業当初の1912年5月末時点に、比べて、需要や数は13.5倍、伝統数は7.6倍という水準である。ただし、供給数としては増加の一途ではあるが、1914年、 頃の不況期には、早借りする過程も出現しており、供給区域拡大や、伝統の公職効果で減収を補う状況にあった。同時期の不況の影響は、電力供給でより顕著であり、主力の木綿工業縮小などにより、電力需要が減少し、1914年下期から3期連続で、供給馬力数が前期を下回っている。 それでも1916年上期からは持ち直し、1919年11月末時点では193個の需要化に対し609馬力を供給している。愛知電気鉄道第三代社長、相川清成1920年代に入ると、隣接事業者の名古屋電灯が拡大路線を盲信し始め、短期間で市宮電機、豊橋電機など、計六社を合併した上、 1921年10月に奈良県の関西水力電気を巻き込んで関西電気へと姿を変える。関西電気発足後も拡大は続き、下電気を含む周辺事業者九社と九州の九州電灯鉄道を合併して1922年6月、資本金1億円超の大電力会社東方電力へと発展した。 名古屋伝統が拡大しつつあった1921年8月、名古屋市も周辺16町村を編入し地域を拡大した。新市域には愛知電気鉄道の供給区域である愛知郡笠寺村も含まれる。この旧笠寺村区域については名古屋市一円を単一事業者の供給区域として供給面での混乱を避けるという意図から東方電力で買い取ることとなった。 譲渡契約は1924年1月25日付で締結。愛知電気鉄道側では2月26日に事業譲渡を株主総会で可決した。低新省からの譲渡許可が4月18日付でおり、同年5月1日付で事業引き継ぎが完了した。譲渡した電灯数は2363棟、電力供給は54.5馬力で、 上渡代金は10万円であった。1922年2月、下郡東浦村の生誕にあたる小川神殿での配電工事が完了した。東浦村の追加をもって、愛知電気鉄道の供給区域拡張は打ち止めとなった。その一方で、鉄道路線は東へと伸ばされ、名古屋と岡崎、豊橋を結ぶ豊橋線が1927年に全線開通を見た。 以後、豊橋線が愛知電気鉄道の経営の柱となっていく。創業初期には、供給事業収入が、鉄道事業収入に匹敵する規模であり、建設費の有利な供給事業の利益によって、鉄道事業を補うという事業構造であったが、1927年度以後は、鉄道事業収入が、供給事業収入の2倍超という規模になっている。供給区域の拡大は、 限定的であったものの、伝統、電力供給成績は1920年代を通じて一貫して拡大し続けた。伝統供給では1920年上期に、需要価数2万個、等数3万等を突破。旧笠寺村区域を譲渡した1924年、上期のみ、前期比微減となるが、1925年上期に、等数が6万等を超え、同年下期に、 需要や数も3万個に達した。電力供給は1921年間未期2000馬力に到達。その倍の2000馬力を超えるのは1924年間未期で、3年後の1927年間未期には4000馬力を超えた。1929年11月末時点での供給成績は、電灯が需要価数3 3721個。 等数79,416等、電力が需要化数1,271個、馬力数数4,950十馬力であった。また供給拡大とともに供給設備も拡充されており、名は、市常両変電所に続く配電用変電所として、西の浦変電所と、有松変電所が新設されている。名古屋新室を主導した東京電灯社長。 若尾明8920年代初頭に発足した東方電力では発足後まず東京進出を積極化し参加に収めた2つの電力会社を統合して1925年に東京電力を設立東京を地盤とする既存事業者東京電灯との競争を試みた東京電力との電力戦を戦う東京電灯では報復として 東方電力の地盤である名古屋への侵入を試み、1926年5月、名古屋市を含む愛知県西部を電力供給区域とする事業許可を低心省へ出願した。この出願は1927年4月に却下されるも、政権交代後に再出願した結果同年12月に許可を得た。東京電灯が名古屋地区で得た。 供給区域は1港内25バリキー以上という供給制限がつく電力供給区域であり、愛知県西部と三重県北部にまたがる。この区域には、愛知軍全域と千田軍の内西の浦町、竹豊町以北の19町村も含まれており、東方電力区域のみならず、愛知電気鉄道の伝統電力供給区域と一部重複するものである。 東京電灯の名古屋進出許可が降りた直後、東京電力と東京電灯の間で合併契約が締結され、翌1928年4月東京電力は東京電灯へ合併され消滅する。こうして東京での電力線は終結したものの、東京電灯は社長若尾明八の主導で名古屋方面での供給開始に乗り出し、厚田成美、 岡田の3カ所に変電所を整備して1929年12月より3変電所に対する送電を開始した。東京電灯の名古屋方面供給に際し主たる目標は愛知電気鉄道区域のうち職不興業の盛んな下郡岡田町とされた。しかしながら愛知電気鉄道ではこの東京電灯侵入に抵抗する武器を持たなかった。東京電灯が 余剰電力処分の目的で低料金での供給を掲げており、自社電源を持たない愛知電気鉄道が料金競争に不利なことは供給開始前の段階から明白であったのである。そこで同社では1928年末の段階で、すでに東方電力か東京電灯のどちらかに供給事業を売却する動きを始めていたという。 東京電灯が事業を引き継いだ場合は、名古屋方面に十分な供給区域を確保できる東方電力が事業を引き継いだ場合は、隣接区域での料金低下に伴って生じるであろう、自社管内の値下げ圧力を未然に回避できるという利点があるとみられた。1929年6月25日、愛知電気鉄道は株主総会にて電灯電力供給事業を分離し、 新会社を設立すると決議した。供給事業票価格と同額の資本金350万円で新会社を立ち上げ、これに供給事業を買収させるという形式である。最終的に供給事業を東方電力へと譲渡するという内訳があり、新会社株式の一部を東方電力に持たせることも取り決められた。東方電力が引き受けた当初の狙いは事業が 東京電灯に買収されるのを防ぐためであった。事業上と契約は新会社発起人との間に、同年7月5日付で締結。直前で評価額を約70万円増加したことが、監督官庁から疑問視され事業上と認可が遅れたが、愛知電気鉄道社長、相川清成の説明により了解を得て、翌1930年4月4日付で、停心証より認可を得た。 新会社、愛知電力株式会社は1930年4月22日、愛知電気鉄道本社内にて、創立総会が開かれて、発足を見た。愛知電力の代表取締役社長は、愛知電気鉄道社長、相川清成が兼任。取締役には、神野金之助、鈴木、不評衛、田中慎七、高橋正彦、新道公平の5名、監査役には、 岡谷宗介、滝沢助、松永安左門の3名がそれぞれ名を連ねる。発足8日後の4月30日、愛知電力への伝統電力供給事業の譲渡が実行に移された。低新省の統計によると、愛知電力の発足半年後の1930年9月末時点では、伝統数82,335等。 電力供給5349馬力を数えたが、翌1931年9月末時点では、電灯数81188頭、電力供給5262.6馬力へと共に減少した。業績低迷は不況による、食不業、生糖業などの不振の影響を受けたもので、配当率も年率2.5%と低迷した。なお電源は、 東方電力からの受電のみであり、名は、有松両辺電所にて、計 5200kW を受電するが、そのうち、計 700kW を名は、市町両辺電所にて、愛知電気鉄道へと送電している。愛知電力が発足した1930年前後は、東方電力が電気事業の自主統制に乗り出した時期であり、1930年5月自社の四日市、奈落区域を、 合同電気に吸収させて、同社を傘下に収めたほか、8月には、自社の豊橋区域と岡崎電灯を統合し、合計会社中部電力を新設、さらに12月には競合する、東京電灯名古屋区域の事業も買収していた。愛知電力についても、統合対象とされ、愛知電力発足から1年余りしか経っていない1931年5月12日付で、 事業譲渡契約が成立。29日に東方電力は株主総会にて愛知電力から電気供給事業その他一切の資産、負債を譲り受ける旨を決議し愛知電力でも臨時株主総会を開き東方電力へと事業一切を譲渡した上で会社を解散すると決議した。譲渡価格は五千六百八十四円九十銭である。 愛知電力から東方電力への事業譲渡は1931年10月30日付で、停心証より認可があり、3日後の11月2日付で事業引き継ぎが行われた。当期によると、愛知電力の解散は1年半後の1933年4月25日付であり、同年11月15日付で、生産業務を決了した。 愛知電力解散から2年後の1935年、愛知電気鉄道と明記鉄道が合併し、名古屋鉄道が発足する。同社では明記鉄道に合流した旧美の電気軌道に由来する、岐阜県各ヶ原地区の電気供給事業を経営したが、1937年4月、これも東方電力へと統合された。1931年時点における、 愛知電力の供給区域は以下の愛知県下三分二十七町村であった。町村別の詳細が判明する愛知電気鉄道からの事業継承時で供給区域二十七町村の中で伝統数が最も多いのは常波町であった。ただし全体の8%を占めるに過ぎない。常波町以下は八幡町、鳴海町、横須賀町、大府町と続く。 電力供給は、東浦村以外の26町村で行われており、町村別では、岡田町と常名町に多く、これだけで全体の40%を占める。用途別では、食不用、生徒用が主力である。ありがとうございます。